今回紹介するスレはこちら。ネタバレ注意、創薬循環感想。上条さん、本当に彼らしい最後だったよ。正直、読んでる途中で目をそらしたくないようだった。みんなは落ち着いた場所でじっくり読んでほしい。上条さんの肉体でも限界を迎えることなんてあるんだな。それはまあ、傷ついた肉体は医療や魔術で治そうが完全に元に戻るわけじゃないし、クリスマスから年明けまでの短期間で無茶を続ければこういう結果にもなるよ。なんていうか、アリスは一貫して上条と馬を救いたかったんだな。最後、ヘブンキャンセラーが諦めた死を覆したら上条さんまるで化け物じゃないですか。つまり上条さんは化け物だから死を覆せるってことだな。上条さん死んだのか、お疲れ様。読んでて上条死刑宣告されたところで、まあせやろなってなっちゃった。創薬ずっとマリアの復活とかで生死のごまかしが効きすぎてたからどっかでしっぺ返しきそうとは思ってたけど、マリア登場前に分岐が確定してたのは、あーってなったし、アリスからするといろいろ教えてくれた。先生がいろいろ教えてくれる前に死のレールに乗ってしまってたのをどうにかしたかったのが分かってしんどかった。てかこれあれ、イスターとキングスフォードのやりとりも同種なんよな。だから死と生徒だし、だから最後にカミアンとキングスフォードが顔合わせだろうし。死にますけど、完全に不意打ちだったよ。これからは主役が減る形で進んでいくのか。達人、なんかもう、あんた、愛してるぞ。何度も思ったけど、カマチーは後書きの後をなんだと思ってるの？なんでこんな当たり前にポストクレジットやってくるの？悲しい結末が確定したと思ったらひっくり返すのが、作法というものだろう？でもこの後書きの後がなかったら読者全員がお通夜状態になってた。これは静地獄編始まるのか？上条さん冥界下り編、アリストの戦闘はあった？まさか三坂と食法の喧嘩小説の上条死亡が伏線だったとは。このアレイスターの目をもってしても、上条死ぬよりも生き返った方が曇るヒロインを襲う。アリスの戦闘方法めっちゃ良かったな。普通の動作を必殺技の域まで引き上げるってすごい魔術っぽくてかっこいい。超絶者同士のバトルはちゃんとあった？なんかグレムリンの時みたいに流される気がしてたんだが。アリスの戦闘あるのは嬉しいけど、ライブアドベンチャーズ・イン・ワンダーランドの掘り下げというか活躍はあった？どっちもあった。残念ながら人域離脱の解放まではなかったけど、救済条件や術式はちゃんと明かされてる。アリスのライブアドベンチャーは説明通りだとあんまり戦闘向きじゃないのか、プレウマなき外角の上位互換みたいな魔術で戦ってた。ありがとうカウアというか、アリスにも人域離脱があるの忘れてたわ。世にはネタバレ聞いてからじゃないと物一つ買う決断もできない人がいるんだなぁ。これ次回で上条さん復活して超絶者編は終わりなのかね。アリスを作った魔術師は予想外の上振れで直後にアリスに消されたって話だったけど、実はみたいなこともできなくはないと思う。一度でも人が考えた理屈なら正しいか間違いかに関係なく適当なこじつけで実現できる術式、永久機関を作ることも、地球を中心に太陽の方を動かすこともできる。過去間では12色の色鉛筆、時計の針は12本、時間操作を例に出してたけど、何かしらの SF 小説にでも、こういう理屈で時間を操れるみたいな話が出てきてれば OK っぽい。めちゃくちゃ便利だけど、アリス自身が他人が考えた理屈を知らないといけないのと、こじつけも考える必要があるのは弱点だな。こじつけに関しては、好きにブリッジをかけられると言ってたから問題ないだろうけど、前者はインデックスの103001冊の中に理屈がないか聞こうとしてた以上は、自分が知らない知識も自動でインストールされることはなさそうだね。真相術にフォーカスされることが増えてきたけど、結局のところアレイスターも橋掛け結社の資格はあったわけだし、真相術はシークレットチーフと接続するための手段ってだけで、超絶者シークレットチーフ上位存在の力や知識を行使するものでいいのかね。アリスプレザンスリデル模倣アリス、かっこ無理あり、上位存在魔導書、不思議の国のアリス、一般超絶者模倣アラディアや古き良きマリア、上位存在三女神やトリビコス、かっこ人域離脱、アンナシプレンゲル模倣アンナキングスフォード、上位存在エイワス、アレイスター模倣なし、上位存在エイワス、こう見るとやっぱりアレイスターがイカれてんなとなる。
というかアンナが唯一のイレギュラーな超絶者だからアリスに対抗できるって話だったのに、アレイスターが一切触れられないのはおかしいし、アレイスターは別に超絶者じゃないのか。真相術を使う超絶者、シークレットチーフと接続した端掛け結社でクリスチャン・ローゼンクロイツ最短にエイワスが利用できるから、アレイスターは端掛け結社の資格はあるけど超絶者ではないだと筋が通る。作中でアレイスターの知って出てきたけどさ、イギリスで黄金連中と合流してないある一人の魔術師が思い浮かんだんだけどさ、まさか違うよね。そういや上条さん水亀座だったな。果たして誕生日までに脱獄できるのか。エイワスはアンナのこと好きすぎだと思う。いやぁ、女子高生、女子中学生がおへそとか太もも丸出しのコスプレでカッポしている学園都市は羨ましいなぁ。カッコ現実逃避。20周年のおめでたい日に死ぬ男。スレミンはワブロイダイウェズに操られるブルーギルと同じ存在、知ってるよ。面白かった。20周年で上条と馬をぶち殺すかマチーに使命感を感じました。え？死にかけとかじゃなくてガチで死んだの？変える顔が諦めるレベルで死んだ。ガチで死んだ。他ならぬ本人が納得づくなので仕方のない死だったし、カエル顔の医者もすでに死んだ人間だけはどうにもならないと言ったからなんだというのでしょうか。と言えるやべえやつのおかげさまで祝地獄巡り編開幕。昔から死ぬべき時が来るまでは死ねない呪いって作中で言われてたんで、逆に言えば時が来たら運命的に死ぬ。急に何の脈絡もなく美琴たちのギャグ異世界転生 SS が出たと思ったらこういうことか。とある F でリターン編やったのもこういうことか。もしやと思って創薬2巻見返してきたけど、アイハナエツも死にますよって警告してるな。アイハナの死にますよはこれまでインデックスとかミコトとかが散々言ってきた。死ぬって言われてたけど結局うまくいったよね枠でしかない。ただアリスの死にますけどは絶対なんだ。アリスの言葉を他のみんなと同列に扱った時点でバッドエンド。上条さんが死ぬ運命に確定したのはいつなんだろ？創薬4巻で？それよりも前なんだっけ？創薬5巻じゃない？あの暗部の戦いでアリスの誘いに乗っていれば助かった。誘いを断った時点で死亡確定。上条さんとキングスフォード、永久遺体として、組織に狙われるんじゃね？カリスマ性の持ち主は死も強烈であり、民衆が受ける喪失の衝撃を和らげるために永遠に等しい時間をかけて軟着陸させる組織。組織はキングスフォードと先代イマジンブレイカーが宿る前の素体の遺体を管理していた。先代に関する情報も明らかになりそう。マジか上条診断か。正直両親が一番かわいそう。不幸体質に悩む息子を気にして学園都市に送ったら記憶喪失になって、それ以降も危険なところにばっか行って挙句の果てには隠して死ぬんやで。シティマカーブルに作ってもらえば、上条の性質抜きにしてちゃんとおとなしくしておけば死ななかった可能性はあったん。年末年始の激闘スルーできれば生き残れはしたんじゃね。まあ学園都市がどうなっていたかはわからんけど。創薬11、これ新薬90をジョブレスした創薬バージョンになるのか。あんなキングスフォードの造形がおっとりお姉さん系譜なのも伏線だったとは恐れ入ったぜカマチカズマ。読み終わったけど、アリスって要はフィクションの創作物で成立する上条魔人みたいなもんか。改造で純度が上がったことで大人モードならあらゆる行動が奇跡になる聖なる右ならぬ聖なる体的な存在、理想の自分自身の川の超絶者でパワーソースも自分自身なねじれ状態、術式のライブが既存の神話オリジン知識の代わりに創作理論で行う世界改変と、レギュラー超絶者は実質的にはアリスの一部の皮をかぶってアリスをパワーソースにしてる超絶者で、アリスができることのマイナーチェンジ版を自分の術式にしてる。アンナはシュプレンゲルの皮をかぶったエイワスをパワーソースとした超絶者。肋骨のパワーソースは何だったんだろうか。そう考えるとめちゃくちゃ便利になった魔人だな。というか大人モードとかあるのか。あとねじれ状態ってなんだ。アレイスターが悪ふざけで書いた不思議の国のアリスは魔導書であるという冗談を真に受けたバカがいて、そいつが絵本のモデルになった一般人アリスをさらって童話のヒロインに改造したら、どうも上条パパ並みの不幸な偶然で本当に特別な存在になって不思議の国のアリスなんて術式が成立したらしい。ただの絵本と一般人が本当に魔導書と超絶者になった。
現実から絵本に、絵本から現実へ。メビウスの輪に似たねじれた連結、とのこと。やっと2回目の潮次回で説明するのかな。何年経ってんねん。22巻って2010年やぞ。上条さんの知ってインデックス、オティヌス、シュプレンゲル、アレイスターが真っ白になりそう。それ以外の人も真っ白になるし、クラスメイトは3学期が始まってすぐニコモエ先生から上条の訃報を聞くことになるぞ。ピクシブ大百科とかの関連項目の下に、創薬10巻で上条さんから死んだという事実だけを書きたい。未読の人がびっくりしそう。やっぱ創薬の終わりは、上条さんの誕生日になりそうな気がする。スケジュール的にちょうど良さそうなんだよね。本人的には7月の方なんだろうけど、創薬は22巻まで行くだろうからまだ最終回じゃないと思うけど、今回のラストで上条さんが20年越しに自分の誕生日に言及してきて衝撃を受けた。水亀座だから1月20日から2月18日、あれ？もしかして上条さん誕生日に言及したことないのか？最短するなら誕生日にでもと思ったけど、最短でも2週間と考えるとちょっと長いか。2週間も死んでたらなんかこう世界中でいろんな人がメンタルやばそう。クソ、衛星兵器で蒸発した時はゲラ笑いできたけどやっぱ笑えねえわ。もともと上条さんの誕生日、カッコというか水亀座設定ってどこが初出だったっけ？1巻。とりあえずアリスの能力の全貌は見えた感じなんかな？人域離脱があるかどうかにもよるけど。まあでも、ぶっちゃけなんで死んでないの？ってくらいの状態が続いた上条さんだからこそ、一遍きちんと死ぬべきではあったと思う。そして、死んだらそこで終わり？今までとあるシリーズを追ってきていて、そんな安っぽい終わり方が許されるとでも？というか、リリスとかアレイスターとかその他もろもろを見ておきながら、今さら死んだ程度でエンディングなわけがないだろ？ようやくだろ？他の誰でもなく、そして誰を倒すのでもなく、ただ上条さんを救うための頑張り物語。あらすじが公開された時点の、上条さんのスケジュールがブラックすぎる、みたいな空気が懐かしい。今回の創薬10巻、思いっきり旧約1巻の話の流れを意識している構成で、救うべき少女であるインデックスのポジションにはアリス。もともとは敵だったけど少女を救うために協力してくれた、ステイル神崎のポジションにトリスメギストスとアンナの、二人が最終決戦で上条さんの仲間として協力する姿を見て懐かしさを覚えたよ。特に全てを諦めてた HT トリスメギストスが、現実逃避をやめて、首輝を回避放つシーンはかなり好き。燃え尽きる寸前のろうそく状態からどこがバッドエンドだし、イクバーはまだまだ折り返し時点だ。クソったれと燃え盛り続けてとうとう焼き切れた感じ。お正月もろくに休めてなかった上条さんに同情を禁じ得ない。上条さんがろくに休めた季節イベントあったか？三坂のメンタルだいぶヤバそう。生き返ってもまた置いていかれた先で上条さんが死んだ事実はかなり耐える気がする。また力を求めてヤバい方向に進みそう。でも三坂美琴の右翼者なのがねえ。これ以上の力を得るためには魔術路線不可避だし、そろそろ血管ちぎれてお亡くなりしそう。これ言うと不謹慎かもしれないけど、めっちゃワクワクする。上条さんの地獄巡りも楽しみだけど、やっぱりその間の現実の動向が楽しみ。旧約ラストと違って、ワンチャン生きてるとかもない状態で、インデックスとかオティヌスがどう行動するのか。あと、いろんな意味で今回の結末の元凶兼ヒロインのアンナとアリスがどう落とし前をつけるのか。そして、今間でキングスフォードに示唆は受けてるけど、毎度おなじみ失敗の呪い持ちアレイスターがどんなアホをしちゃうのかとっても楽しみ。アリスって暴走が止まって上条さんのお叱りでむやみに力を振るったらしっぺ返し受けるよって教訓を叩き込まれたわけだけど全く弱体化してないんだよな。これからどうするんだろうね。カマチーは読者が期待してる描写を書かなかったり数量で済ませたりして外してくるからなぁ。怖いなぁ。クソガバを期待される元ラスボス君はさぁ、アリスの展開を歪めたら死ぬってやつがガチの死の宣告だったのマジで鳥肌立ったわ。アイハナエツとかの死にますよとかなんだかんだママ様の復活とかも散らばめてたのも、この死の宣告のためのためやったんやなって、やっぱ創薬おもれいおもれい。
次の創薬11巻は3学期の開始で小萌先生の上条と馬の不法から始まってほしいと心から思ったわよ。統括理事長が5割増しで新規臭い顔してそう。小萌先生には伝えてやるな。不憫すぎる。カエル先生の宣告とかいう重みが違いすぎる男。前勘で死亡確定をひっくり返した男だからこその重みだよな。この人がダメと言ったらどうしようもなく罪なんだという重み。カエル医者を何回敗北させれば気が済むんだ。アリスは元は幼女ではないけど幼女の姿の超絶者にさせられてしまってずっと無垢な少女ロールプレイをしてて、アンナは元は幼女だったけど大人の姿の超絶者になってずっと悪女ロールプレイをしてるでいいのかね。記念すべき20周年の日に少女にされて、地獄巡りをすることになる主人公、上条と馬。不幸な少年らしいじゃないか。それはそれとして、自分より不幸な人間なんて見たくないってのは上条さんの生き方をわかりやすく示してるなって。しかしやっぱ未凍召喚に似てきたな。アリスは成り立ちも暴走具合も平家っぽくなった。キングスフォードはしがらまさみっぽいムーブするし、アレイスターは兄上だし。兄上に謝れ。しかしねえ、概念を一つ組み上げ棒状のもので戦う子供っぽいガバありの天才となるともう兄上くらいしか候補がないのだから。現実を歪めたままなら先生を救えたけど、先生が死を恐れることなく現実を戻した結果アリスの力でもどうすることもできない死の運命に上条と馬がさらされて、アリスはずっと上条と馬を救いたかったんかな。アリスとの戦いは対クリスチャン・ローゼン・クロイツの暴力暴力暴力の嵐、力には力をって感じじゃなくて、どうアリスを救うか？一点突破だったからバトルはおまけみたいな印象を受けたな。アリスも最強キャラみたいな感じじゃなくて等身大以下の少女って感じの印象になった。しかし旧約1巻から語られてたボス枠は全部消費したしそろそろさすがに上条と馬に深く切り込んでいくか？死んだからイマジンブレイカーがどうなるかわからないし、ドラゴンが能力だとして宿ってるのは魂なのか肉体なのか的な問題があるからな。いよいよ禁書世界の基礎の法則がわかるかも。禁書世界の、一般的に考えては、普通の高校生の、普通と同じ意味だったか。どうやら上条さん死んでしまったらしいけどとある世界のあの世ってどんなんだろう？最近防衛霊と共に世界を救うゲームやってる聖火霧の中で焚き火している人に出会って座れよされてるイメージが強すぎる。創薬11巻で上条復活して超絶者編終わり、創薬22巻で完結と考えると神の右脊編みたいな長編一つと神里編コロンゾン編みたいな長編二つの可能性どっちもあるんだよね。とはいえローマ聖教、魔人、黄金、バラと初期から出てた伏線は吸血鬼以外回収し終えちゃったわけだし真面目に上条さんの掘り下げで最終章来てもおかしくないな。いよいよ出るか、魔人とかじゃない、本物の神様、それこそ一巻から出てる概念だよな神様。これで思い出したんだけどさ、アレイスターが出読書とか適当に言った本に、不思議の国のアリスだけじゃなく、ドラキュラも含まれてたよな。さすがにないか。上条と馬誕生日に復活って流れになると思うけど、アレイスターのプラン、上条と馬の中身、インデックスという少女、第6位、多分創薬も22巻までやるんやろし明かされていくんかな。1月上旬でもうすぐって言うってことは上条さん1月生まれか。地味に上条さんの誕生日に関しては旧約1巻の朝の占いで判明してたりする。水亀座っていう範囲だけで月もわかってなかったやん。そういえば上条さんは、かっこ多分肉体が死んだわけだけど、そうなると後書き後の上条さんは魂のまま存在していることになる。これ上条の霊からして記憶を戻るイベント来るんじゃね？アレイスターが法の書に記した魔術的記憶ってのが魂に残った記憶云々ってやつだったっけ？クリスチャン・ローゼン・クロイツは変にグレてなければなぁ惜しいじいさんを亡くした。クリスチャン・ローゼン・クロイツは動機が初期ハマズラと同じ。そんな幻想自分でどうにかしやがれ枠なのでまあ。上条と馬にすら見放されたのに自力で生き残ってんのもハマズラのバグいとこなのか。今回の創薬10巻は死という面においてかなり一巻に寄せていた感がある。インデックス、アリス、神崎、ステイル、アンナ、トリス。他所にあった感想で、地獄巡りで過去キャラ出るなら、創上も再登場するんじゃね？
ってコメント見て笑った。総上テッラーと適当な3人貴様ら5人か。総上、作法のテッラー、サミュエル・リデル・マグレガー・メイガース、サンジェルマン、ヨハン・バレンティン・アンドレイ、ウヌラ5人か。サンジェルマンぐらいしか再会して喜ぶやついねえだろ。こう言ったら悪いけどかがねえメンツだな。かっこいいんだけどね。見事におっさんしかいねえ。女ばっか救いやがって上条さんのスケベ野郎。じゃあシスターズ1万31人入れるか。しゃあない。弓矢ラッコ白絹ほのかひし形ひるみゆずりハリンゴとおみねかなり。誰だうぬら。マジで誰だすぎて笑う。外伝はちょいちょい死ぬよね。地獄の意味にもよるが、1万31号とは会えたらいいなと思う。上条が出会ったけど救えなかった少女。地獄巡りとは言ってるけど、死んだ三坂1万31号にも会えるかもな。何気にテッラ再登場は楽しみかもしれない。敬虔な信徒が地獄に行くわけないでしょう。それにしても死んだけどそこから復活するとしたら本当に上条さんは神の子みたいな逸話になっちゃうよな。黒幕がいるのかわかんないけどいたとしたら上条さんを神の子と同じような存在にでもさせるつもりなのかな。イマジンブレイカーはどうなってんだろ。まだ遺体に宿ってたりするのかな。上条の魂に惹かれてるから肉体というよりあの世までついていってそう。魂が、かっこ実際に上条が覚えていたことだし触法との記憶インデックスとの出会いの記憶とか全部思い出すかもな。イマジンブレイカーについても前条は知っていたようだし、禁書の長年の謎も明かされていきそうでワクワクしてる。上条さんの周りでの死亡率が低いせいであんまり面白みのある人が少ないよね。あれば面白そうなのはやっぱり、前条さんと前デックスかな。かっこどっちも記憶的に死んだ扱いなんだけど。青木、だから死にますよって言うたんや神やん。これが時間で見られる可能性がビレソン。そういや土見角がまだ創薬で一度も登場してないんだよな。根幹ではしゃぎつつもアリスの影響を受けてなさげな青髪ピアスとかも含めて、デルタフォースの掘り下げもあったりする。上条さん周りも触れたいこと多すぎるけど。アラディア、かっこ一応あんなもの、素体の年齢とか地味に気になるワード。力を失ったりした後はその、素体に戻るのかね。地獄巡りダンテの新曲や体内巡りを連想するな。そっか、よくよく考えたらどっちにでもこの世とあの世のどっちにでも干渉できそうな存在に総体がいるじゃん。アリスが作り上げられたそもそもの原因がアレイスターだったのは草。超絶者事変の元凶ほぼ全てお前のせいじゃねえか。自分の意志通りに力を震えてこそ達人なんやな。アリスみたいなバグを生み出しても二流と。アレイスターのメインプランにおける上条と馬の死は致命的を通り越してるからどういう動向になるか気になるところ。まあ動向以前にキングスフォードから言われてた上条と馬の死でプラン云々よりショックがでかすぎてメンタル死にそうだけど。行方不明扱いで上条さん自身も、必ず戻るとインデックスに宣言した小救いを残せた旧約と違って今回はガチ目にしたいとなり帰る医者からは死亡宣告だもんな。時間のみんなの反応と上条さんの地獄巡りマジ楽しみ。今まで開示されてる情報から考えると、地獄も確か、異想の一つなんだよね。バーチャロンみたいな完全な異世界ではなくて、だとすると人間は死ぬとみんな別位層に送られるってのが禁書世界のシステムなのか。地獄っていうのが単なる比喩かもしれんしよくわからん。なんか別位層っていうか正直なんか地獄とも違うような場所に行ってそうではある。死者蘇生って成功するかはともかく魔術の目的としてはよくありそうだけど本当に10万3000冊にないのか。あると思う。聖書にさえ神の奇跡、かっこ魔術による死者蘇生の描写はあるし、問題なのは、それをやって少女も死者も幸福になった描写はそれこそ神の子くらいしかないって感じかな。だから、10万3000冊の魔導書にある死者蘇生も実際には破滅が保証されてるものが基本なんじゃないかな。ハイムラ画集で死者の書の話があったような。神崎 SS で、死者蘇生は無理みたいな話が出ていた気がする。これまでも明確に死者を復活させたのは魔人連中だけだし、基本無理なんじゃない。オケヌスも魂レベルの復元は無理って言ってるしどうなんだろ。姿形や性格はそっくりでも厳密に上条さんじゃない何かなら作れるんだろうが。それはリターン編でやったからな。
最近でもヨハン君がムーンチャイルドで復活してるし無理ではない気がするけど。やっぱりヨハン君強さは勝ちなのね。それだけ誇ってればよかったのに。せやけど、世間一般の関心は遊び半分に書いたクリスチャン・ローゼンクロイツの異様、かっこ創作なのです。なのでめちゃくちゃネガキャンしますっていうのはやってることが強さ議論に切れるアニマンミント同レベルなのよ。そのくせネガキャンの手段が実力で本物に違いないと誤認させつつクソみたいな振る舞いをして幻滅もさせるなのいろいろいかれてる。いい加減に始めようぜ、魔術師、読んでてこれ思い出したの、Y だけじゃないはず。そっか、上条35歳で死んじゃったのか。読み始めた時は年上だったのにいつの間にか一回り近く年下になってて俺は絶望した。私も10歳から読み始めてたからダブルスコアついちゃったよ。おいっ、アウレオルスの記憶と三沢塾持ってきてくれ。誕生日誰か考察できる人いる？カマチーのことだからオカルト関連にするんだろうけど心当たりがない。上条さんとやり合った中だともしかしたら唯一さんが出るかもしれん。全冠心臓止まってなんとか蘇生した上に失血死寸前まで行った人間が退院できる学園都市の医療技術パネー。青ピはおっぱいマウスパッドによる火傷で入院して根幹でやっと退院だから翌日退院できる上条さんがおかしいんだよ。創薬に噛んで死ぬことに対して怯えてたのにな、なんか満足そうに死にやがって。カエル先生への精神的ダメージやばいやろこれ。クリスマスに死ぬの怖いって言ってた子が年明けて新学期も始まってないのに死ぬって。2、3日に1回、後半は毎日くらいのペースで死んでたらそりゃ奇跡でもごまかし効かなくなるわってなる地獄の2週間振り返りは笑えねえ。創薬11巻読みたい人？濃厚な曇らせが見れそうやね。楽しみ半分怖さ半分。超絶者まで影響を受けるの見ると何気に抗ってジャッジメントとして仕事していた黒子すごいのでは？コスプレはしていたけど、青ピもそうだけど元が変態で普段から発散しているからだったり？とりあえず、サンジェルマンに頭下げに行こうか上条くん。意外とサンジェルマンが復活の鍵だったりしてな、サンジェルマンからもらったものは、命。でも上条さんはもともと命を持っている。つまり、実は命のストックが5つ増えてました。って展開、むちゃくちゃかもしれんが、せっかくのクリスマスだし、いろいろと頑張ってたんだし、そのぐらいの祝福を受けても構わんだろ。クリスマスにもらった命はちゃんと有効活用して世界の危機といろんな人の命を救うのに使用したから許してくれ。やっぱり神の子の復活やダンテの新曲を連想するよね。門をくぐるたびにすっぱだかにされていく上条さん。現実でヒロインたちが苦しむ様子を眺めてたいからしばらく上条さんには死んでてほしい。ひっそりアクセラレーター負けてない？ジャマー対策できずに瓦礫の下、あれ？これ死んでない？ドローンからアリスの情報を連携してるから死んでないよ。しかし、彼が簡単に負けるとは思えないので、わざと負けたふりをしたんじゃないかとは思ってる。自分で牢屋から出ない縛りしてるんじゃ離れたところから本人狙わず斬撃飛ばして周りの電子機器狙われたら破れるのもしゃあないと思う。アクセラレータはもともと周囲を守るのあんまり得意じゃないし、自分が外に出て守るのも敵に直接触れるのも自分で禁止してんだもん。みんななんだかんだ曇らせ展開楽しみなんだろ？終盤に出てきたクリスマスからの上条さんのスケジュールがほんとひどすぎて泣ける。初恋地に乗ってたやつだね。一番死者蘇生の逸話に近そうな成人で無理なら通常の魔術師では無理め。読者で生き返らないと思ってるやつおらんやろ。というか裏道あるから平気平気みたいな感覚やなかったキングスフォード。さらっと自分と一緒にとか言ってるんですけどキングスフォードはまたアレイスターに焼かれたいの？神崎とかいうか屋の外で、インデックスが危険にさらされて助けに行けず。挙句の果てに自分が恩人だと思ってる上条と馬を知らないところで失ったメンタルがやばそう。やるか上条と馬喪失メンタルダメージコンテスト。優勝候補はアレイスターだな。次から上条主人公しばらく飛ばすとかでもそれはそれであり、新役は復活早すぎたし。黒幕連中が軒並みいなくなったからそもそも主人公が必要な事件が起こるのかどうか。今や暗部事件とかはアクセラレータが主人公じゃなく統括理事長として上から対処する案件だし、
風切クリファパズル派遣するようになったから生半可な敵は相手にならんのよな。外敵もアリスとアンナと超絶者とアレイスターが揃ってる街に挑めるのどんなやつだよっていう。新たな敵と戦うよりは今いる超絶者たちとの話し合いでもするんじゃないか。神城が戦うからいい勝負になるような強さでも今の戦力だと蹂躙にしかならないからどうだろ。それこそ前回魔人とかそこまでじゃなくとも大安美な当たり来ないときついず。確かにこの後戦う相手誰だよって問題はある。確かに直接的な敵は見えないけど、アンナやアリスをいいように誘導して神城と馬を消そうとしてる第三者がいる可能性はあると思うの。条件に合うの A はスくらいしかいないような。というかそいつらの誘導って神城と馬を消すよりはるかに難易度高いぞ。それほどの実力者ならアンナアリスが出てくる前に自分でやれっていう。アリスのカゴで敵対者はマイナス補正受けてて、バフ受けてるトリスに敵図を合わせてるからアクセラレーターは強いと思うけどな。創薬互換みたいな暗部事件は主人公がいなくても解決だけならできただろうからな。ハッピーエンドじゃなくビターエンドになってたかもだが、ヒーロー視点じゃなく統治者視点でなら大体処理できてしまう。俺はまだラスボスはインデックスがやるんじゃないかと考えている。リバースで決着はついたと思いはするんだけどね。そういやアンナやアリスに黒幕がいるとして前スレで出てた。アリスを改造したアレイスターの師匠アラン・ベネット説はちょっと面白そう。あの人格者っぽい人がでも格的にはありそう。そういえばアラン・ベネットはイギリスの防衛装置として登場しなかったよね。その時はカエル医者がアランを名乗ってたから誤認させられたけど、結局なんでアランはハブられたのかは不明のままだったはず。リリスの死も予言してたし、新約21巻でアレイスターが黄金連中の追撃をかわせたのは、昔アランから話を聞いていたからみたいな描写もあった。今も生きていて、100年以上前から全てを把握していた説があるかもしれない。神城さんが魂だけの状態になってるなら、旧約1巻より前の出来事を思い出せるのでは？神城のトウマは旧約1巻や触法のことは覚えてたし、肉体の制約を外れた今はこれ以上ないチャンスなのでは？神城さんが誕生日に言及たのは1回目の死の前だからすでに記憶が戻ってる？と思ったけどパスポートで生年月日くらい確認できたわ。裏表紙のアイテムなんだこれって思ったら花束のブロダイウェズについてる浄化。他に目星いアイテムもなかったけどあんまり言及がないところから持ってきたな。神城さんの遺体をめぐって覚醒力が揉めたりするのだろうか。時間は素直に地獄巡りをメインに据えて章の間に現世の面々を描写するパターンか逆に現世の混乱をメインに据えて地獄巡りは章の間にさらっと済ませるパターンか予想が難しいな。11巻と12巻で分けるパターンもあるかもしれないし。神城と馬の掘り下げ会かもな。ジェシャ猫やジャバボック出るかと思ったけど出なかった。ミブラの方で出したから出さなかった感がある今回出てきたのも多分ミブラの方には出てきてない奴らだし。これちゃんと言っておかないと。カマチカズマ先生デビュー20周年おめでとうございます。アリスを作った存在ならまだいる可能性はあるっちゃあるな。生きてるからアリス放置してなんたくらんでたんだって話になるが、老骨は何なんだろう。こいつに真相術与えた黒幕とかいるのか。それとも A はすなしの素で真相術にたどり着いて案内上に極めたただの達人でいいのか。連載20周年目でついに神城と馬について触れられそうで楽しみ、リバース以降で徐々に明かされては来てるけど依然謎だらけだし。祝20周年企画は順次発表していく形か。じらしてくれるねー。時間のうちは復活したら1日経ってて冬休み終わってるじゃねーかって感じになりそうよな。3日かけて復活しようぜ。神庵の誕生日いつなんだろ ?1 月10日とか。それだとヤギ座になっちゃう。水亀座だから1月20か2月18日の間のどっか。あらすじ後の神城さん、いろいろ体験しすぎた上に目的を達成したせいで死を普通に受け入れているの笑う。いや笑えないんだけどね。アリスのモデルになった人めっちゃかわいそうなんだが。アリスプレザンスリデルが誘拐されたのはお前にも原因があるんだけどどう思う？アレイスター。イギリスがアレイスター・クローリーの死亡確認をしていたと私は思う。大体アレイスターが元凶だけど、今回の範囲は割と事故だから攻めにくい。
インデックスの扱われ方を見て改めて魔導書図書館ってヤバいんだなって思った。それはそれとして剣謀術数するインデックスはありえないだろって考えている神城の図は面白かったです。あそこちょっと面白いよね。実際のインデックスって多分間違いなく善人で腹黒とかでは決してないけど、でもシビアさもしっかり持っててあるしプロとしての顔も持ってるよね多分。人だまくらかすのは得意ではないだろうけど、自己の価値を前提とした交渉、駆け引きぐらいは全然やれそう。9. レベル5が協力してアレイスターを襲撃しなかったのはなぜ？アレイスターがそうならないように調整してたから、やっぱりあやつクソでは？アレイスター、自称だけじゃなくやっぱ極悪人である。まあそんなカスでありながら、前世への気球を持ち続けてるやつでもあるから読者であるこっちはほだされちまうけども、それはそれとして、やっぱ学園都市の悲劇、カッコプラン関連のに巻き込まれた人たちの墓の前で一人一人に土下座しとけやアレイスターって思わんでもない。これに関しては統治者としては真っ当なやり方では？レベル5の連中は基本的には天才だが子供であり生徒でもあるから、そんな連中が暴れるだけで倒れる都市はちょっと。レベル5が複数人暴れて学園都市の上層部を制圧したところで、学園都市が攻め込まれて対魔術サイドの脆弱性が上がるだけで意味がないからな。単にトップが変わっても結局一般人が敵と化すだけでデモに振り回されるというのも創薬で書いてるし。改めて見るとアレイスターの影響力がバカでかいことがわかるな。創薬五感が死因なら、上条さんをしたのはアンナ・シュプレンゲルのせいなのでは？というか今のところの創薬全体の元凶はどう考えてもアンナよ。その分、一回死亡確定状態にされた罰は受けてる。って言ってもやっぱり何回も死んで、今回完全に死んだ上条さんと釣り合えてるかというと釣り合うわけもなく、アリスも含めて自分の尻はちゃんと吹く場面は来るはず、アレイスターは今までのようを10億回ぐらいの死で償ってることになるのか？アンナは今は改心して真っ当にヒロインやっているけど暗部壊滅のハンドカフス作戦に入れた横槍の被害がシャレになってない。アクセラレータからしたら浄化作用を汚染区域に変えられたようなもんだからこれだけでも瀕死者。おまけにここでヒーローのシーンのスイッチになってるからミンチにされても文句言えないやらかし。コロンゾンが三角コーナーなら産業廃棄物扱いされるで。一応アンナ・シュプレンゲルがハンドカフスに介入したのは極悪である橋掛け結社、カッコクリスチャン・ローゼン・クロイツに対抗するためだったらしいけど、それにしても被害が大きすぎる、カッコ死者も出てるし、とはいえ自分の中ではアンナの好感度は上がったかな、優しい悪女、不可能を可能にする存在、ヒギみたいに言っといて生き返る裏技はあの世界の管理者を殴り倒す脳筋とかじゃないですよね。アレイスターが悪いそれはそう。アンナ・シュプレンゲルが悪いそれはそう。クリスチャン・ローゼン・クロイツ、カッコ・ヨハンが悪いそれはそう。こいつらに比べればコロンゾンなんてまともな方だし、アリス・アナザー・バイブルなんてただの被害者なんだよ。コロンゾンは致命的な被害出す前に退場できたから出した被害で言えばその3人より下よね。危険度はともかく、挙げられた3人はクリスチャン・ローゼン・クロイツは実際の死者数わからんけど、アレイスターとアンナは確定で大勢の死者出してるからまあ大罪人よね。それで不幸になるべきとは思わんけど一通さんが真面目に罪と向き合ってるからこっちも何らかのみそぎは欲しい感はある。かっこ別に刑務所入れってわけじゃないけどただ上条さんのファンやってやよいって立ち位置でもないだろとは思う。偉大なる死のキングスフォードが反省してたら許して尻拭いしてくれてるから。クリパ以外にもアドバイザーいるわってなってたのはあんなかアレイスターが投獄される前振りなんだろうか。ちょうど魔術師の投獄にはそれなりの事前準備がいるってハンドカフスで思い知ってもいるし。あんなや橋掛け結社は最終的に学園都市側に行くかもしれないな。ちょうど用事感もあるし、でもアレイスターはあの性格を直さない限り、アクセラレータは追い出しそう。アレイスターはこのまま前線いられても肝心な場面で確定でファンブル起こすから正直味方としても不安定すぎる。コロンゾン、お前がいるから味方が死ぬんだよ。かっこ笑い。アレイスターはいい加減その失敗の呪いどうにかしろ。薬病神みたいになっとるやん。それともそこも上条さんリスペクトか？というかコロンゾンに関してはそういう存在だしな。ローラ時代から悪巧み、成功か、悪巧み、
ギャグ調の失敗だから今となってはあまり怒りは湧かない。真面目にドヤ顔で、アレイスターザマーって感じで地球に帰ってきたら、新たなる世界に飛ばされる魔人の玩具にされる展開は何度見ても笑える。すっごい不謹慎なんだけど上条と馬の葬式とかすごいことになりそう。いろんなキャラが久しぶりに登場したりして。なんだかんだ取り返しつかない死に方するのは初めてだから衝撃でかいわ。これ、上条勢力のメンタル大丈夫なんですかね？あの時私が殴ったせいでしょうかって悲しみつつも冷や汗かいてそうな姉ちん。新薬一巻だと呆然自失と徘徊してた美琴は今回はどうなる？死んだこと非公開にされる可能性もあるからな。右手のことどうなるかわからんし。ちょっと自分の理解が追いついてないんだけど、創薬五巻での分岐と今回の死の間にブリッジをつなげたのって、アリスの意思によるものなのかな？それとも分岐を選んだ時点で勝手に世界の方がねじ曲がったのかな？文脈的には後者な気がするけど、ライブアドベンチャーズ以下略自体はアリスの魔術だから、アリスの意思で左右されそうなものに見えるし、個人的なイメージとしては上条さんはあの時にアリスの歪めた真相に乗らなきゃ、アリスの魔術とか意思とか関係なく、多少の時系列的な違いはあれど新年迎えたあたりで確実に死ぬ、運命が設定されてる、かっこ生まれる前から死の運命が宣告されたリリスのケースに近い、あの分岐点の最大のポイントは、おそらくアリスの興味、アリスがこの人の物語をもっと見たいとわずかに変質して、そこから超絶者たちの怒涛の死亡スタックが積み上がるからな。そういやリリスの時の死を予言したのはアレイスターの死、アラン・ベネットか。もともと上条と馬の死の運命があってアリスの魔術で上条さんの死の運命をねじ曲げられたけど、上条と馬がそれを蹴って元の死の運命に舵取りした。でアリスがこれをまたねじ曲げることができたか否かだと思うんだけど、できたけど先生である上条と馬の意思を尊重してねじ曲げなかったんじゃないだろうか。その上で上条と馬を死の運命へのレールから下ろしたいがためにインデックスをさらった。死んだ奴だとテッラもだけど家軍も確かオテヌスに科学と魔術両方に精通してるからイマジンブレイカーを推測できるとか言われてたな。根幹、旧約1や22、新約9あたりに近いものはあるけど、置かれてる状況は新約16、17よな。トリスメギストスが使えるべき主は現れるのかみたいなこと言ってたけど、上条と馬がクリスチャン・ローゼン・クロイツの代わりとして再誕するみたいな形になるんかね。新約11の終章の章題、再誕リバーストでも予想しとこう。おそらく創薬11が出るの、電撃祭ある10月が濃厚なんよな。何らかの発表と合わせてくるだろうから、ということは我々はこの展開から半年待たされるということに。7月に出してくれてもいいんだがな。上条さんが死亡確認時のインデックスの血の分が好き。完全記憶能力はこの場合、彼女にとっては酷な才能になるのか。あるいはたとえ頭の中の話であっても、永遠にとある少年を止めておく救いになるのか。トリスメギストス以外のアリス派の超絶者たち、よく言えば人間味があるけど小物感が拭えない、捨てた自分すらも裏切ったんだから当然ではあるけど、八頭身のアリスが可愛い。上条と馬は多分創薬4巻時点でも、99.9% ぐらいは近々死ぬ運命にあったんだと思う。それを見たアリスが上条と馬を気まぐれで救おうとして、ライブアドベンチャーズ・イン・ワンダーランドを発動したら、上条さんが拒否したことで100の死の運命に確定。その行動を見たアリスが何としても上条と馬を救おうとして、いろんな手を尽くした結果、世界が歪みに歪んでまず学園都市が暴徒化し、そのままほっとけば世界すらも終わってしまう手前まで来てしまったと、アリスの行動をまとめるとこんな感じかな。ややこしいのはアリス自身、超絶者として天真爛漫に振る舞う外面と、今まで会えなかった自分自身を見てほしいという内面が存在してることだけど、彼女自身の望み自体は非常に単純で上条と馬に生きてほしかっただけなんだよ。かっこ涙。ただそれだけではなく仲直りしたいから戦うんで知っていうバグってる部分もあったみたい。上条と馬の死の運命を共通敵のポジションに置いて共闘できるムードを作るためにあえて死の運命がヤバいって煽ったと。ワールドリジェクターされた神里にちょっと状況が似ている気がする。残されたヒロインたちの行動が楽しみ。
アクションゲームのバカでかいラスボスみたいなノリだった暴走アリス。アリスって空論だろうがなんだろうが気丈に出た理論を起点にして魔術を行使するから、位相をいじって全能になってる魔人に比べて汎用性は劣るのかな。神城さんを救う理論みたいなものをこじつけられたら新しく分岐を作ることもできたんやろか。魔人は多神教だから神々が揃わないと全能じゃないってさ、あいつらもアインヘリアルなどの自分の神話やオリジンの理論を起点にしてやってる。そんで魔人でも死者蘇生は世界を丸ごと作り変える形でないと無理ってネフテュスが言ってた。粘土こねるように次の世界を作った復活なんてのは神視点だとよくできたジオラマで本物とは思えない代物。そもそも改変でドレンチャーすら復活の幸せ世界を否定されたのが死の運命の始まりなんで、その方法論はもう神城さん自身に拒否されてんだよね。完全な死者の軍勢をブリッジで再現できれば神城さんを蘇生させられそうだけど無理なんかな。魔人の力は再現できないのか、あるいはアリスが幼女だから魔導書図書館に聞く以外に方法が思い浮かばんかったのかな。何か読み終わってすごいショックを受けてる。まあ、でも女の子助けて立ち往生というのは神城さんらしい最後だよな。早く次が読みたい。地獄巡り楽しみだな。読み終わった時は衝撃だったけど、立ったまま死ぬとかいうレコード達成したの今冷静に考えて笑ってしまった。神城と馬、武蔵防弁慶か何かか？救えるまでは決して死なず肉体の方が先に限界が来るの豪傑のそれ。おえって声出た。神城さんマジで最後まで神城さんだったし、本人の口から出た最後の言葉が、これまでの行動の全てを支えていて、超絶者の、救済条件に似ているようで、決定的に違う何かが込められていたように感じた。ひとまず、能力者サイドで神城さんが死んだのをきっかけに精神的にタガが外れそうなのが複数人いるのが怖い。それも上位の能力者ほど神城さんなしだとまずいのが揃ってるし、シスターズの心ぽっきり折れそう。かっこ総体さん来てくれ。魔術サイドでもガチ闇しそうなのが複数人束になってて、こちらもひどいありさまになるのは目に見てる。それも含めて楽しみ。オテヌスも新約10でオッテルスにここで神城と馬が死んだらどう変質するか分かったもんじゃねえわって言われてたな。新約終盤から微妙に力残ってる描写はあったし、妖精も無力な生き物ってわけじゃないからどう転ぶか。ヘブンキャンセラー、古き良きマリア、敗者復活、しぶと。てかさ、神城さんって明日か明後日以内にさっさと生き返らないと有年以前に学籍取り消されるんじゃない？あの世でゆっくりしてる場合じゃないじゃん。除籍、4月にとある高校2年生に入学、で留年問題を解決する可能性。上条さんの両親が知る前に脱地獄してくれないとな。送り出した息子が死んだこと知らされるの絶望すぎる。いびつでもアリスが、上条さんと仲直りがしたいと思っててくれてよかった。めちゃくちゃ相性が悪いとか言われてたから。格好もにアリス側がこじれにこじれてるかもしれないとか思ってた。今読み終えたけどアリスめっちゃ強いな君。あんなになっても仲直りしたかったってのがぐっときた。トリスメギストス、お前立派な家だよ、お前本当にかっこいいよ。あと上城さんに関しては感動したし、めちゃくちゃ熱かったけど悲壮感は全くなかったな。正直最高傑作だと思っているんだよね。キングスフォードもシュプレンゲル城もかっこよかったし、というかキングスフォードにしてもアレイスターにしてもアリスにしても極めると身一つでシンプルに行き着くものなんだろうか。まあオテヌスは霊装使ってたし、黄金はローゼンクロイツから生まれたわけだし、ローゼンクロイツを極めたら身一つでシンプルってのはローゼンクロイツの場合ってのが正しいか。寮の管理人してるおっとりお姉さん、格好が似合う父のでかいメガネお姉さんと一緒に念願のデートですよ。上条さんよかったね、格好白目。ここで一度明確に、かっこ少なくとも肉体的に死んだ以上、禁書の最後は上条さんの死で終わるって線はなくなったのかね。上条さんって出発点が、かっこ記憶の上での死だったり、旧約での二度目の死だったり、後己の中から生まれた上条さんを自分でぶっ殺すのもそうだけど、なんかと自分の死にまつわるエピソード多いから最終巻死ぬ可能性もあるかなと思ってたんだけど、この感じだと死は重要でもそれで終わりにするって感じではない気がしてきた。かっこ上条さんには生きててほしいから嬉しいけど。
死者蘇生なんて禁書世界に許されていいのかって思ってたけど、死者蘇生の前例はないが死を超えることは作中でも何回か出ているんだよな。カッコ魔人連中、リリスなど、上条さんは後者の方向で復活するのかな？今の上条と馬を普通に魔人クラスの魔術で蘇生しようとしても運命力？みたいな力すら使い果たしてそうだからその魔術自体が成功しなさそう。だからこそあんなキングスフォードが地獄までついていき、裏技をするんだろうな。いやー分かってはいたけど面白かった。あのアリスを目の当たりにしておいて次復活したら本当に終わりって言われてるあたり、ヨハン君ってガチだよね。確かに世界の全てを見れる魔術持ってるくせして殺り逃すのおかしかったしね。てかトリスメギストスローダとクリスチャンローゼンクロイツアリスなんだな。アリスをオリジナルとして力を使うのが超絶者なら、嫌いって感情だけでコスプレして力振るうヨハン君は超絶者とは少し違う。キングスフォード曰く、死以上の償いはない、聖者が本当の聖者になる時が来るのだろうか。仮にキングスフォードが世界に反則ぶつけられるなら老骨も自力最短くらいできそうな気がするけどね。ヨハンは超絶者ブースト込みでキングスフォードより上だけどブーストなければ劣るイメージ、超絶者をアリスに剥がされて死んだからどうだろうか。弱ってたところを寝首かかれたイメージだったけど、剥がされたってことなのかあれ。あんなと同じアリスを元としないイレギュラーな超絶者とも思ったけどどうなんだろうか。弱って全身の肉をえぐられてもまだクリスチャン・ローゼン・クロイツの姿だったけど、アリスが正体暴いたらヨハンの姿になったからそこで超絶者を解除されたんじゃないか。クリスチャン・ローゼン・クロイツなら生き残れた傷がヨハンでは耐えられなくなったらしい。そういやアリスが前勘でキングスフォードとクリスチャン・ローゼン・クロイツの肉をえぐった技って今勘の失格の極大化か、大人モードよりは劣るかもだけどこの二人に聞くわけだ。あんな好きどっちも。マダム・ホロスは好き？全然活躍ないじゃねえか。出落ち要因か？マダム・ホロスってあんなの体を乗っ取ってたぽいけど、あんなのふりをしてあんなの力を振るってると思うとちょっと超絶者ぽい。そんな奴が先にヨハンの暴露やってたと思うと笑える。アリス案外弱かったな。いや全力全開ではなかったしメインの魔術が戦闘向きじゃなかったのはわかるんだけど普通に殴ってダメージ入るとは思わなかったわ。あと今間のイマジンブレイカーさんの活躍って、むしろ右腕ちぎれないように気にしててダメだった。いやスペックとしては全力でしょ普通にまあ理性が働いて効率的な使い方をすればならそれこそ思っただけで相手は死ぬとかでもおかしくないとは思う。理性が大事な術式よねそういう意味では確かに全力ではないよなすまん。イマジンブレイカーで殴れば超絶者には効くってのはあんなたちで証明済み。完全解除はしきれないみたいだけどどうも生身の上に皮かぶってるみたいなもののようだからね。まあ右手切れたらアリス潰れるからしゃあない。上条さん生き返るのは間違いないんだろうけど、どうやって生き返るんだろ。今の肉体を蘇生させるのか、新しく再構築するのか。まあ、上条さんの蘇生、多分キリストの復活にも欠けてるだろうし肉体の霊からの完全再構築はぶっ飛びすぎだから前者だと思うけど、科学の総本山で医学的に完全に死んだ肉体が蘇生したらマジでぶった曲げるだろうないろんな人が、かっこその上魔術的な意味でも蘇生は無理って扱いだろうから余計にすごい話だ。ところが作中で一度披露されているんですよ。霊から肉体を再構築した霊がね、神城のトウマっていう前霊が、肉体を霊から作るだと一応カエル顔の医者がリリスの肉体作った時とか、クローンとか見たことはできなくはないっぽい？仮に、魂が入ってない状態の神城トウマの肉体っていう器が作れたとしても変な挙動しそうで怖いけど、ドイツに行って第一聖堂の跡地を発見したり、すぐイギリスに行ってアリスの正体カンパしたりと、皆たちも大変だな。学園都市にアレイスターの弁護してたらアレイスターが疑惑気取って台無しにするしな。ドイツといえば、ミナメイザースとダイアン・フォーチュンが言ったのは、ニュルンベルクだけど、あそこの学生グループが水分が 50% 以下の人間を作ろうとして摘発されたんだっけ。水分 50% 以下の人間って、なんでそんなもの作ろうとしたんだろうな。クローンは別に水分関係ないし、うまく言えないけど他作品と違って禁書は死後の世界ってない印象だったけどあるんだな。いやあれが死後の世界なのかわからんけど。
総体が半分生きてて半分死んでるなんて話してたから、死んで終わりではない印象だったわ。個人的に上条さんの記憶にないとこが気になってるんだけど、三坂ワーストともどもどこかで出番あるのかねえ。上里番に当たりそうなサロメが絶滅犯やってるし、地味な役ネタだと思ってるんだけど。11巻の表紙が今から気になる。ごぼう性はあるのかないのか。あれ肉体じゃなくて皮だけじゃなかったか。カラーで改めてわかる。超絶者とかいうエッチな衣装の美少女軍団。金書の強キャラはエロい。その強キャラを模倣する超絶者もエロい格好をする、と。触法 VS 三坂の書籍版で追加されるであろう書き下ろしで、転生女神をキングスフォードと上条さんが訪れても驚かない。改めて見ると五感でアラディアがアリスをネットに触れさせないようにしてたの、ナイスすぎるな。もしがっつり触れてたら本当にどうにもならなかった。まあ10巻時点でアリス自身バグを起こした状態だったから、自前の体でできる本能的でシンプルなことしかできなかったし、その前だってあくまで見た目通りかそれより多少詳しいくらいの知識しかなかっただろうからな。アナザーバイブルは手札が増えるほど強さは跳ね上がるんだし、召喚してるやつだってもっとヤバくなるだろ。総評としては過渡期の術式なんだと思う。アリスがこの先成長して仲間や知識を身につけていけば、アナザーバイブルは恐怖や孤独を取り払って本当にみんなを助けられる誰より優しい魔術になるよ。魔術というよりおとぎ話の魔法やな。本編ではアリス自身の体一つで戦ってたけど、もしネットに触れていたらマジでトリスメギストスが危惧していた通りに願っただけで、相手は死ぬとかも全然ありえたんだよな。というか、アナザーバイブル持ちに学園都市のインターネットを見せたりしたらもう実質魔人だろ。ペド統括理事長の引きこもり黒幕ごっこは、堅牢な監獄と一緒に崩壊したから、次回からは表に出てくるのかな。多分肉体自体は元のものがそのまま素体になるパターンだと思う。おあつらえ向きに、特別な人間の遺体を完全なものとして保存する謎の組織なんてもんがポッと出てたし、案外次の巻のあらすじは、葬儀前に上条さんの体エンバーミングしたらどこかに持ち去られて消えた探せになるんじゃねえかな。実際、先代の、イマジンブレイカーが黄金の手により加工された聖人の手だったしね。イマジンブレイカー目的の奴らが遺体を盗みに来たって展開もありだと思う。そういえば、あんなキングスフォードが言っていたアレイスターの大切な人って上条さんのことかな？達人ってもしかして上条かけるアレイスター推し？自称はアレイスターが言及してた。彼らが敵っぽいよね。自分の読解力が高くないからこんな質問してしまうのだけど、上条とアリスが対立するのはわかるが、なんであんなとトリスメギストスはアリスと戦ったんだ？アリスに世界との折り合いをつけ方を学ばせられる絶好の機会だから。トリスメギスは普通に書かれているぞ。もともとアリスを救いたかったって。時系列はよくわからんが、アリスを最初に見つけて保護した魔術師はトリスメギス。その後、アリスを解析して超絶者になったみたいな流れがあるっぽい感じ。そのアリスが明らかに正気を失った挙句、上条と馬一人を助けるために世界を滅ぼそうとしているんだから、アリスを正気に戻すという目的があるトリスメギスからすれば、その絶好の機会でもある。もともとアリスが上条と馬に熱を上げている状況を正常ではないって認識しているから、上条アンチをしていたわけだし。あんなは完全に上条派になったからだろう。上条さん助けるのに疑問を持つのはもうお手ぬすがなんで、アリスと戦う手助けるをしてくれるのかわからないっていうのも当然よ。なんかもうじっくりと細かく何度も読み込みたいけど、日常生活に支障をきたす誰かさんみたいに体がたくさん欲しい。超絶者の強さ比較すると、T レイビダートリ、T1 古き良きマリアトリスメギストス、T2 アラディア、T3 ムトテイベブロダイウェズ、サーガ、T4 ボロニョイサキュバス、マリアとビダートリは明確にアリスに貸与された力の中でも特にチートもらって制御しきれないって言われてるし、トリスメギストスはさすが量産超絶者第一号ってところかな。ボロニーサキュバスな、ニョイでもなけりゃイコールもいらない。マリアとアラディアは逆じゃね？マリアは便利だけど戦闘向きなイメージないな。トリスメギストスに劣勢だったし、読み返してみたけどむしろママ様の方がラッシュでボコボコにしてたよ。人域離脱をすでに切ってたメギストスに対して自分は人域離脱なしで、
最後に人為離脱で切り札のトリビコス出してお互いこれで決着ってところでアリスにまとめて投げ払われて終わりって流れ。マジだわすまん。そういや、あまりにスムーズにコロンゾンの体に移って生き返ったから忘れてたけども、アレイスターって一度明確に、括弧可能性への分裂込みなら2回、黄金の魔術師としての比喩的な仕込みなら3回死んでるから、今回で上条さんと共通点できたんだな。割とアレイスターって上条さんと関係深いよね。カッコ取る手段において完全に道を違ってる割にあるし、強烈な世界の理不尽への怒り、前世への憧れと上条さんのこれまた強烈な目の前の不幸が許せないって感情が近しい部分があるゆえかな。何にせよ、今はともかく生き返ったらさぞ内心で喜ぶだろうな喫水の上条さんファンだし。やっぱこのジジイ災害ではってくらいの被災後のごちゃごちゃ感。改めて考えるとやっぱアリスやばいな。超絶者の能力全部使える上にアナザーバイブルまでリスクなしで使えるとか、あまりにも無法すぎる。時間で上条と馬の遺体をめぐってのガチバトル起きそうだよな。イマジンブレイカー目当ての魔術師があんまりいなかった。カッコフィアンマとかはいたけど、し実際どう考えるんだろうな。まあ展開的には野郎の死体取り合っても別に面白くないような気がするから、無難に葬式あげてほしい。ようやく読めた。これぞ上条さんだなって感じ。アリスが上条さんと仲直りするために戦おうとするのもある意味上条さんの影響っぽいよね。アンナとかアラディアとかと戦ってその後和解してるのを見て表面だけなぞったみたいな。アリス本人の人格は普通に子供だし。なあ上条と馬、どうせ死ぬんだからちょっと早めに死なない？大勢助かるかもしれんし、遅いも早いも一緒だろ。怖かったよお前。今回の個人的な面白さは、橋掛け結社ペンの軸の一つに上条と馬の運命が加わったところどころだったな。今までも超絶者の真相という設定や上条さんとの関係的な面白さはあったけど、今回は創薬五巻に遡って上条 vs 運命という軸に切り替わって一気にのめり込んでしまった。上条の運命を主軸にすることで、超絶者としての正体だけではなく、その運命をどうにかしたいと明かされたアリスのキャラが引き立つし、対する上条が今まで運命と戦ってきた主人公として集大成を見せるという意味でも、構成面で度肝を抜かれた。もしかして今回の新刊はインデックス曇ら世界なんじゃないか。序盤遭遇しのゴンゲのような奴らに遭遇拉致される。中盤上条さんの現状を聞かされるアリスたちの気を曲げさせずに惑う図書館として返答する。かっこ事実上の上条に対する死の宣告をしなければならない。終盤上条さんが死に行く様、死んだ後も見続けるアルファ上記の出来事を、インデックスは持ち前の完全記憶能力によって忘れることはできません。ママ様強いな。それを瞬殺するインド女はもっとおかしいけど。ママ様は強いけど、本質は光栄のアイテム係って感じ。アイテムラッシュで攻撃防御回復全部高レベルでできるけど、元の耐久とかの基礎スペックはそんなに高くなさそう。トリスメギストスは逆に斬撃特化の代わりに基礎スペックが高い前衛っぽい。こっちはダメージ受けても割と平気な顔して戦闘続行するんだよな。つか今回はアリスバフが強すぎた。上条さんに思い出されてたクリスチャン・ローゼンクロイツ。殴り飛ばし、彼の可能性を諦めた。笑って肩を並べる未来は永遠に失われた。これは創上。かっこ過去編にのみ登場するせいで美化されたヒロイン枠。読み直してるんだけど、七巻の行間に出てる少女は誰なのかわかる人いる？自らを鬼物に変える覚悟はあるかって問われる場面。昔のアンナ・シュプレンゲル。ライブアドベンチャーズってなんか役もゆかり感あるな。ムトさんはネタ枠。新統括理事長、就任2週間足らずで失態を犯しまくってるけど大丈夫か？新体制で始まった学園都市の事情作用、上条さん頼りで上条さんに負担かかりまくりで、とうとう今回限界来て死亡しちゃったし。アリスとクリスチャン・ローゼン・クロイツについては、上条さん以外の全てを全世界からかき集めても勝ち目ないからしゃあない。手伝いはできるけど、解決には上条さんを酷使するしかないんで、体制の問題じゃないのだ。ハンドカフス終わってからは風切りクリファパズルシスターズを使うようになって、ダイアンとかからもアドバイスもらうようになったから、普通の敵を相手にする分には体制の問題はあんまりない。
犠牲霊を狙うのは難しくても大体の問題は解決できる。失態というのはさすがにかわいそう。一巻の出来事はまあアクセラレータによるものだけど、ハンドカフスをめちゃくちゃにしたのはアンナやし。事件でいろんな横からの介入があったのは旧約でも新約で変わらんからな、あんま言い訳にならなそう。正直一方さん現状対応が今のとこ後手後手なのが悪い。アレイスターと違って持ってる手札の数が違いすぎるのが問題やな、その時その時で切れる奥の手みたいなのが足りなすぎる。学園都市が出せる最高火力に近い方は攻撃をしても無傷だったり、窓のないビルと同等の防壁を軽く破ってくる敵が出てきたらアレイスターでも無理でしょ。この鷹が数週間で何度も世紀末と化している現在の学園都市の惨状を見るとアレイスターって本当に統括理事長として有能だったんだなと思う。まあ上条さんが死んだから、魔術サイドの上位存在は敵味方関係なくモチベダダ下がりだから小康状態にはなるでしょ。残された学園都市の問題って、チャイルドエラーと暗部の名残くらいじゃない？むしろアレイスターが何もしなかったからの暗部なんじゃ。学園都市の暗部を相当するって目的だから騒ぎは起こってるけど、もともとアレイスターの尻拭いみたいなもんでしょこれ。アレイスターは何もしなかったというよりある程度意図的に暗部放置してるから余計悪質なのよね。かっここれで悲劇を憎んでるのが嘘じゃないから厄介なのだが、もちろん完全手放しではないし、暗部という枠でくくることで問題を限定化してるってメリットもあるけど、そもそもこの街作ったのこいつであり、暗部も己の目的に有用だから残してるので、かっこ上条さんの鍛錬材料、科学や超能力開発の発展の加速化とか、まあ最悪、すべてプランのために作った街だからある程度コントロールできてるのはすごいんだけど、そもそもの最初っから犠牲を前提としたヤバい街なので、まともな後継者が改善のために苦労するのは自然なのよね。旧約程度のトラブルなら今のアクセラレータでも対処できるだろうし、新約も魔人以外はなんとかなるはず。そしてアレイスターのラッキーとしては、本気で暴れられたらヤバい被害が出たはずの魔人が神里のおかげで激減したこと。俺バカだからわかんねえけどよ。上条さんを静かに眠らせた方がいいんじゃねえか。魔術サイドも科学サイドも散々上条さんに助けられてきたんだし。ヒロイン複数、バカは黙っとけ。そういえば気になったんだけど、ニャンニャンネフチュスはこの状況をどう見てるんだろ。死を超えた魔人ならワンチャン死の世界に行く術式とかありそうだけど、再登場あるかな？むしろ本来そっちの世界に行くはずなのに、特別な死者なんて形でまだ現世にへばりついてるのが魔人じゃない？死の世界を覗くだけ覗いといて行くのを拒否してる奴らじゃなかろうか。上条さん、床の上で終わるってイメージはないから、今回の結末は彼らしい。だからこそこの彼らしい結末をどう覆すのか。自分は創薬五巻の時点で上条の死が確定していると思っていたが、他のスレや感想サイトを見るとアリスが無意識のうちに、上条が死ぬ運命に誘導してしまっていたというのがあった。もしそうなら、序盤でキングスフォードが断言した、上条の死と、分岐を超えてしまった、彼自身が選んでしまった、かっこいい役、というのはどういう意味なんだ？俺もこの認識だわ。アンナが上条の死は上条自身のようによるものと書いてたよな。個人的には創薬休館でクリスチャン・ローゼン・クロイツに対抗するために右腕飛ばしてドラゴンストライクを自発的に発動したのが死のトリガーになってる気がする。アリスが上条に言ってた、外から迫る、かっこ知ってフレーズを上条がリバースで発してたし、アリスとの最後の激突の最中にアリスと並ぶくらいの謎が右腕にある、かっこいい役という風に念押しされてる。いずれにせよ、いよいよ上条と馬とその右腕に迫りそうで、早くも時間が楽しみだ。医者の余命宣告を無視して無理しましたってだけの話だと思ってたら、アリスが死の運命を固定したとかいう人が多くて、なんか書いてあったかな？もう一度読んだ俺もいる。やっぱ、死の運命をアリスが固定したとかよくわからん。無理したら死ぬよ。今入院したらなんとかなるよ。入院は嫌だって話に見えるのよね、五感の下り。いや、アンナがちゃんと創薬獣館内で、
現時点ではまだ上条の死は確定してない。インデックスの検査でもそう判定されてるって説明してるんだが、銃刊読まずに語ってない。グドン、固定はしてないけど死の運命がある状態を仲直りに都合がいいと思ってるって感じだな。殴り合えば仲直りできると思ってるバグ状態なのも合わせて追い詰める言動ならしてくる。あんなでもないのに他人を即グドン呼ばわりは品性に欠けるやろ。間違ってる相手を訂正してあげようっていうおせっかい精神が生んだ上から目線モンスターかよ。いや、シュプレンゲルの方はそう言ってるんだけど、キングスフォードの方は序盤から上条の死が確定しているような発言をしていたんだよな。シュプレンゲルとキングスフォードの発言が少し食い違っているような気がする。まだ手遅れではないけど、アリスに予言されるレベルの確度のある運命であることは確かで、それを覆せると希望を抱いてるかどうかの差かなって、あんなも具体的な手段は思いついてなくて、アリスをうまく使えばなんとかくらいの認識じゃないか？キングスフォードは冷静に諦めて死後になんとかする方向にシフトした。キングスフォード女子黒幕路線もあるかな？なんてずっと考えてたけど、この人前世の塊というか人間できすぎてて笑っちゃう。魔術師の理想すぎて逆に魔術師らしくないよね、キングスフォード女子。超絶者のアリス派と上条派を分けたのって、自分に対する責任の有無だよな。自分を捨てた彼女たちの分水嶺としては皮肉とも言えるし、ただの超絶者にとどまったままでは至れなかったとも言える。そういえば創薬八の後書き後で書かれていた。楽観の果てに見る真っ黒な絶望って、クリスチャン・ローゼン・クロイツのことじゃなくて、上条と馬自身の死の運命のことだったんだな。過去の話を見返すといろいろ伏線があってすごい。アラディア、今回もいいキャラだったな。ここまで連続して見せ場もらえるんだから、実質メインキャラと言っても過言じゃない。理不尽に命狙ってくる敵キャラから大出世したという点ではハマズラとも重なる。多分現世では誰のせいで上条と馬死ぬことになったか裁判が始まる。始まるかな。魔女裁判よりもひでえやこれって結論にしかならないし、それによって起こる惨劇とか上条さんが一番嫌うやつだと思うんだけど。雲川先輩あたりのリアクションが気になる。そろそろ魔人たちも再登場してほしいかな。特にネフチュスは三坂に何かを見出していたし、巨乳水属性精神系という点は触法と被るんだけど。時間テッラ出るかな。世界を癒す万能薬の謎に、ラファエルのテッラが今真相に迫る的な。さ、もし出たら笑ってしまうぐらいの超のロングパスだな。まあカマチーのことだから昔キャラが言及したことに急に触れるってのもありえなくはなさそうではあるが。ローラの善と悪の釣り合いをの部分も拾ってきたから、やってきてもおかしくないかなって。もしあったら笑うけど嬉しいよね。テッラさんはりかし存在感あったし、あるピースに後々意味が出るってのも物語の醍醐味だし。今回も素晴らしい感だった。次回が楽しみ。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。